もお疲れ、サラです。今日はね、ちょっとラフな感じでいきます。これはね、大谷さんがエンゼルスにいた時の T シャツ。エンゼルスってロスのお土産でもらったの。お気に入りです。なんかね、ここ最近はね、アプリに疲れた。なんか定期的に来るさ、こういう時期、なんだろうね、発病かな。もう7月なんだけど、梅雨のせいかな。そうだ、低気圧のせいだね、きっと。なんかそもそもアプリに割く時間がすごく長くなっちゃって、なんかアプリがあるだけでさ、なんかインスタみたいに開いちゃうんだよね、癖で。そう、しかもさ、人っていっぱいいるじゃん。だからなんかプロフィールとか読んでるとさ、すごい時間ってもう本当にあっという間に過ぎてる。その割にマッチできないんだよね。マッチングアプリってもっといい人いるかもって思っちゃうから良くないよね。こんなに人がいっぱいいてさ、こんなに魅力的な人がいてさ、もうさらにこう欲が湧くっていうかさ、おそらくビビビって来てないんだろうね、自分の中で。よく聞くさ、出会った瞬間にビビッと来た、この人と結婚するかもって思ったら本当に結婚したって話、実際あるみたいだけど、友達がそれでこの間結婚したんだよね。羨ましい。わざとハンカチ落とそうかな、運命の出会い的な。でもそれじゃあダメなんだろうね、偶然の出会いを果たさないとね。まあこんなわがまま言ってないで、結婚したいんだったらそこを最優先で考えないといけないっていうのは分かってます。でも聞いて、こうなったのには理由があって、めちゃくちゃ時間かけてアプリしたのに、でマッチもしたのに、なんか会ってみたら写真と違かったりとかさ、嘘ついてる男がいたりとか、ドタキャンされたりしてさ。この後本題でも話すけど、予定開けておいたのにさ、それで準備もしたりしてさ、もう時間返せって思うよね。まあでも男性側からしたら私もそう思われてるのかもな。写真も少し持ってるし。とにかく私は疲れてます。そんな疲れ気味アラサーは、今一番連絡取ってる、前回お話ししたゲームマッチングの彼と会ってきました。まあ結論から言うと、写真詐欺でした。そう、多分数年前の写真使ってて、現物はすごい太ってたんだよね。まあ私も昔太ってたから別にいいんですよ、あの太ってたのは。ただ痩せてた頃の写真を今も使うっていうのはちょっと話が違うっていうか、付き合っている上でこう太っていってだとしたらしょうがないなっていうか、まあそんな理由で別れたりはしないけど、付き合う前から太っていたら、まあ、正直魅力は感じないよね。だらしないなって思っちゃう。自己管理できてないんだなって。現に昔自分がそうだったしさ。でそれでも帰るわけにはいかないし、まあ、ゲームは楽しかったので、ゲームの話をするべく居酒屋へ行きました。なんかね、仕事終わりで疲れてるからかわかんないけど、彼の発言がいちいち気になったんだよね。本当に文句ばっかでごめんなんだけど、その中でもそこ気にするって思ったのが、結婚するまで2年は付き合いたいかなって言ってて、2年に限定する必要ってある？1年ももう一緒じゃない？いい意味で慎重なのかもしれないけど、結婚を先延ばしにする言い訳にも聞こえちゃうんだよね。まあこういう発言が気になってしまうのは、やっぱりアプリに疲れてるからなんです、きっと。あとはまあ結婚についての発言とかは過剰に反応しちゃうね。もうこっちはね、時間がないのよ。女に生まれたがためにね、年齢という数字を気にしてるわけじゃなくて、年重ねるごとに卵子が減っていくんですよ。これ知らない人結構いるよね。皆さんしっかり覚えておいてください。数字じゃないです。数です。はい。で、その後は何事もなく解散して健全ではありました。ここ最近毎度飲みに行ってもすぐ解散するけど、もしかして私、モテてない？モテる女子はさ、次の予定とか聞かれるよね、多分。その後があったりとかさ、2件目とか。なんかもう、やりもくの対象ですらなくなってきてる、私。まあそりゃ若い方がいいよな。もうアラサーだもんな。やばい、なんか急に怖くなってきた。年取りたくない。マジでこのまま独身だったらどうしよう。彼氏すらできとらんぞ。もう1年以上。やば。やばいやばい。ネガティブゾーンに入りつつあるので、切り替えます。はい。まあなんだかんだで結婚はしたいから、頑張れよ。うん。ただ頑張ります。こんな感じでマッチングアプリや婚活の近況報告を基本毎週金曜日に動画アップしてるので、婚活応援したいって少しでも思ってくれた方いましたら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。実はメンバーシップもやってて、メンバーシップになるともっと素で喋ってる動画とかアップしてます。メンバーシップ限定コンテンツはこれからも増やしていく予定なので、もし少しでも興味あればぜひよろしくお願いします。じゃあまたねー。